はい、山口県の魚屋健坊です。今日はですね、こちらの包丁、ミロックさんからですね、包丁をお借りしました、気まぐれさんの気まぐれ包丁ですね。こちらを使って、ヒラマサをおろしていきたいと思います。さて、切れるのかな。ミロックさんから和食さんに行き、次に僕がお借りしました。さて、これで切れるのか楽しみです。それではやっていきます。この鞘はね、和食さんが作られたそうです。はい、下ろしていきます。はい、それでは頭を揉いでいきます。普通に入れます。これ別に案件でもないんで、素直にレビューしていきたいと思います。色はめちゃくちゃかっこいいです。このブルーメタリックみたいな感じが。それでは3枚におろしていきます。めっちゃ切れるね。怖い、怖いぐらい切れる。ちょっとね、慣れない包丁なんでゆっくりやってます。切れる。はい、こんな感じです。結構ね、綺麗に下ろせました。はい、それでは腹骨をすいていきます。ちょっと、なんていうかな、魚にへばりつく感じですね、これ。ペタってなんかこう、ひっつく感じ。魚は使いづらいかな。和食さんはね、カツラ剥きされてたんですけど、なんか結構使いやすいっていい音ですね。食材にこのペタってつく感じですね。ちなみに両刃包丁です。こちらははい、それでは皮を取っていきたいと思います。まあ、なんか皮は
まあですね。ちょっと皮はすきにくいかな、これ。この硬すぎて全然このね、しならないんですよね、この包丁が。はい、こんな感じ。アラの方もついていきます。うん、こんな感じ。ちょっとね、いまいちかな。はい、こんな感じですね。ちょっとね、やっぱり皮はすきにくかったですね。あと、この包丁のね、この形わかるかな。こっちがね、まっすぐなんですよね。で、こうなってる。ちょっとね、扱いづらいっていうか、もう魚屋としてはこうなってた方が、まあ、使いやすいかなっていう感じですね。まあ、切れるにはすごい切れます。はい、っていう感じで、今回はこちらのミロックさんにお借りした包丁をレビューしてみました。まあ、ざっとなんですけどね。ミロックさん、どうもお貸しいただきありがとうございました。ミロックさんのチャンネルと和食さんのチャンネルは下のね、概要欄の方に貼っておきますので、よかったらこちらの包丁をレビューしている動画が、ありますので、そちらもご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。